お知らせがあるのよ。ちょっと見てて。え、なんだい？お尻の運動を。え、ちょっと。一にお尻振り振り。え、一に一に。待って、これは私何も、これに関しては私何も教えてませんよ。勝手にやってんだよこれ。え、何これ？え、お尻振り振り？何？え、あの、え、嘘でしょ。おし、え、お尻の運動。うん、お尻の運動を1日10回、お尻をフリフリさせるとね。なんてエロい猫に成長しやがった。下半身が元気になって健康でいられるんだって。下半身が元気になって健康でいられる。何、え、なんかさ、本当に猫友が私に寄ってきてるんだよな。ソータとコンタがデフォで私に寄ってきてんだよな。私が教えたこと以外にも。猫のお尻健康法っていうの、ご近所猫さんに教えてもらったのよ。ご近所の猫に、それはどんなエッチな猫に教わったんだよ。下半身が元気にいられる、完全に夜のためじゃないのそれ。ふとおにいも一緒にお尻フリフリ健康法をしない？え、うん、じゃあ そんなに進めてくるならやるしかないよね。やるかな。あ、ここぞとばかりに尻スタンプなどありがとうございます。聞かなそう、なんで歌を ED なの？聞かなそうってなんでやる前から諦めてんだよ。いいね。お尻健康法。待って、あのさっき お尻フリフリのパワーワードにちょっと取られ気を取られて気づかなかったけど、とんでもねえエッチな動きしてないかこれ。え、動きやばくない？え、あのこれ、あ、待って、あのコメント、メッセージウィンドウどうやって消すんだっけな。消せねえな、消し方わかんないな。え、これバック、え、へこへこ、本当だよね、本当。え、これだって狙ってないって言われたら逆に一体何なのって気がするんだけど、すごいエッチな動きしてます。しかもこの可愛い格好でね、学生服で、下何も履いてないのに元気にお尻をフリ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 。猫友から寄せてきてくれてる気がしてならないんだけど、気のせいか。ちょっと元気じゃないと歌お兄と毎日楽しくいられないもん。毎日楽しくいられない、元気じゃないと意味深。ちょっと暑くなってきたから暖房やっぱり消そう。さっきつけたけど、いろいろちょっと興奮してきて暑くなってきた。歌お兄でもね、いつも元気で健康でいてね。そうだね、歌おも、まあ歌おもは多分年上でしょうから、いつまででも現役で元気に二人に奉仕できるように頑張らないといけないですよね。歌をこそ。お話聞いてくれて僕の体を好きにしてまたね。いやー、やっぱ久々に帰ってきても猫友は猫友なんだよな。もう本当にすごいゲーム、びっくりする。久々に帰ってくると本当にびっくりする。他のゲームとやっぱ比じゃないほどに私の願望を満たしてくれる。まあ他のゲームもね、願望を満たしてくれますけれども。